どうも。2019年1月の22日、21時6分です。ワトツです。のんちゃんちだよ。こんばんは。かゆい。のんちゃんはね、風邪だね。倒れてるね。まだ微熱がある。頭ぼーっとしてるっぽい。隣で寝てる。インフルではないっぽいね。のんちゃんお風呂入ってないね。映るかな？のんちゃんはぶっ倒れてる。くたばってる。浅井さん風に言うとくたばってるね。てか、俺が風邪ひいたかもしんない。風邪なのか猫アレルギーなのかわかんないけど。薬は飲んだのかな、わかんないな。ポカリとか買ってきたよ。こんばんは。風邪ひいてないよ。猫アレルギーが半端じゃない。顎がかゆい。この部屋には、この部屋は俺はダメっぽいな。のんちゃんの家。ていうか、この部屋に来るとね、毎回そうなんだけど、綾波レイの部屋だからもうこれ。何度来ても、綾波レイを思い出すね。すごい部屋だよ。なんだろう、無機質なんだよね、なんか。フィリップ来た。なんかね、こう、のりこっぽい部屋なんだよね。のりこの部屋って感じ。この部屋は。よくマック食べてたな。もんちゃんは一軒家で、家族とは住んでないよ。でも、家族は近くに住んでるから、
んちゃんはあと3日ぐらいダメかもね。ぼーっとしてるしね。おでこ触ったらちょっと熱あるから。微熱があるね。調子悪い。かゆい。はい、ワード2。のんちゃん隣で寝てる。早く元気になるといいけど。ダメだ、超アレルギー体質だから、なんとかなると思ったけど、なんともならない。ひどいことになってる。やばい。うん、珍しいよ。激レア。さっき写真撮ったけど、かっこいい写真になったからね、すげえ。パシャッと適当に撮った写真がめちゃくちゃかっこよかった。なんかもう本当に開かずの間の座敷わらしみたいになってたな、のりこ。今まで撮った中で一番芸術的だったからね。あのカメラにデータが入ってるね。すげえかっこいい写真になった。てかこの部屋の雰囲気っていうか、のりこの世界観が独特なんだよね。なんかもうほんと漫画みたいな人だよこの人。引きでこの部屋見てみる。聞いてみるとね、すごいね、ほんと映画みたいな部屋なんだよね。聞いてみる。すごいよ、ほんとに。人間っぽくないんだよ。なんか無機質なんだよね、すごい。ちょ、待って、起きる。よいしょ。一回ここで配信したことある。あの目がかゆい。これ俺の勝手な憶測なんだけどね、多分ね、部屋の電気本当にこんな感じなんだと思う。あの。こんな感じ。わかる？無機質なの。
なんとなく俺の言いたいこと。電波あるかな。電波ある。なんか家の蛍光灯つけてないんだよ。電波ある。みんな言いたいことわかる。なんか部屋のスタンドライトしかついてない。あれ映ってない。電波ないかな。映ってる。電波 OK。 ベッドにポーンとスタンドライトがついてる。いや、もっと汚かったんだけど、だいぶ綺麗になってる。ただ俺にはきついね。目がかゆすぎる。独特の雰囲気がある。のりこ寝てる。目がかゆい。ダメだ。アレルギー体質の俺には。超アレルギー体質の俺にはこの部屋は毒だ。暗い感じだね。あ、目がかゆい。あかん。ダメだ。なんであれで猫好きなのにアレルギーなんだろう。めちゃめちゃ猫好きなのに。のんちゃんくたばってる。いつもこの明るさだね。かゆい。ありがとう、ヤナラッキー。なんか女性らしいアイテムがあんまりないんだよ。なんて言うんだろう。不思議なんだよね。鼻詰まってる、やっぱり。鼻ももうかゆい、鼻炎、目のかゆさ、全部出てる。すごい、やばい。目がかゆい。コラボ放送にしなくていいか、通常放送にしようかな。猫アレルギーなんだよね。やばい。もうやばい。いや、帰るかもしんない。もしかしたら無理かもしれない。この部屋は俺には。いや、フィリップは逃げちゃったね。ライラはそこにいるけど。ちょっときついね。うん。
ロリコの描いた絵見たけど、すごく良かったよ。ロリコ頑張って絵描いてる。フィリップはね、ロリコ以外に懐かないから逃げた。どっか行った。ライラも来ない。遊びたいのに。ワード2。うわ、同棲してないよ。おんちゃんいるよ、隣に。やばい、猫いる。匂いがダメだ。帰るか。いや、もう超アレルギー体質なんだよね。無理だわ。ノリコには申し訳ないけど、いや、もう全てだね。ホコリ、猫、超敏感なの。いや、今ちょうど1時間後ぐらいだわ。これ帰った方がいいかな。のんちゃんには申し訳ないけど、これはね、無理だわ。これはひどい。来たばっかりなんだけど。猫のダニの卵なんだ。あ、そうなんだ。猫アレルギーって猫のダニの卵なんだ。いや、俺猫好きなんだよね。かわいいじゃん。ただもうかゆい、全身かゆい。これは無理だな、ここで一晩過ごすのな。せっかく来たけど、ちょっと無理だな。雨？
ちゃん、俺ちょっとごめんね、ほんとごめんね、俺帰らないと無理かもしんないわ。うん、うん、目がね、やっぱもう見えなくなってきた。うん、うん、厳しいわ、やっぱ猫アレルギー。うん、うん、じゃあみんな心配してるよ。のんちゃんを大事にだって、うん、ごめんね、のんちゃん、うんうん、でも、会えて嬉しかったよ。あ、ありがとう。うん、俺はね、ちょっとね、猫アレルギーでね、もうね、鼻と目と皮膚のかゆみが半端じゃない。じゃ、のんちゃん、風邪ひいてる。へっす、これダメだ、俺。人生ピークぐらいにかゆみが出てる。無理だわ。はっっ、のんちゃん元気になったら来てねえ、だって。うん、のんちゃんアレルギーないの？花粉症だけ。花粉症だけ？お疲れ。やべえな。アレルギー体質も治したんやな、これ。猫好きなのに、動物好きなのに、俺。このまでの俺が死ぬ。ジュースちょうだい、のんちゃん。はい。ありがとう。目かゆいよ。てか目開けらんないぐらいかゆい。ボディメイトっていうドリンク見つけた。すげえうまい、これ。のんちゃんごめんね。うん、いや、これ俺の。猫アレルギーの薬とかあんだ。無理だわ。難易度が高すぎる、この部屋は。これうまい。何味？飲んでごらん。うん、おいしい。うまいね。うん、ちょっと待って、かゆすぎる。あかん、これ。いや、まぶた腫れるって本当にやばいくらい。もう本当に、あれだもん、このままあと1日いたら死ぬよ、俺多分。死んじゃう。うん。目が見えない、かゆくて。いや、もう皮膚が痒くて指の先とか痒いもん。子供の頃より敏感になってるね。頭も痒いもん。多分
ダメだ、ごめんね。うん、看病しに来た俺がやられてる。ジンマシン出てるね。うん、なんで彼女の家から避難なんだよね。何とつまつとかないっすね。何でも。いや、俺の部屋も汚いよね。でも、埃っぽくないよね、俺の部屋。うん、あの、意外とね、綺麗にしてる。細かいゴミとか多いけど、結構綺麗。意外とね、繊細なんだよな。綺麗にすると綺麗にするし。あかん。布団はバイキンつきやすい。いや、っていうかね、あの、毛がすごい。ここ、あの、フィリップさんと一緒に寝てるから、のんちゃんが。ね。うん。犬も猫も寝てるから。ここで？うん。なんか SY の顔みたいになってきた。いや、マジで本当にやばい。鼻がやばい、これ。まず 目洗いたいもん、取りたい目を。のんちゃん復活したら遊びに来る、うん、放置したらダメだよ、和田さん、うん、寂しいよ、俺。あー、かゆい。いい写真が撮れたよ。写真ツイッターアップしていい？ん？さっき撮った写真。撮った写真？俺来た時撮ったじゃん、あそこから。うん、あれ、うん。かっこいい写真だったから。うん、芸術的だったよ。うん、帰った方がいいね。いや、のりこの部屋の写真なんだけど、のりこの部屋がちょっと特殊な部屋だから、すげえかっこいい。女性、ああ、猫アレルギー女性あんまいないんだ。タバコ一本吸ったら帰るわ。うん、ごめんね、のんちゃん。うん、タバコ吸って帰る。ツイッターアップするよ。すげえかっこいいよ。映画のワンシーンみたいな。いや、すげえかゆい。服も洗濯しないとダメなんだ。なんちゃん一人暮らしだよ。ね。うん。アレルギーは大変だな。いや、もうこんなんなんのよ。ひどいでしょ。うん、かゆっ。そう、モデルがワズさんそっくり。マジで。こんばんは。目が。いやー、腫れてきた。
もーし。もしもし。あ、イヤホンつけてますか？つけた方がいいですか？コラボの時は、はい、イヤホンつけないと、声がダブっちゃうんですよ。あ、すいません。じゃあつけますね。はい。はい。すいません。いいえ、とんでもないです。あ、すいません。はい、は打ってます？あ、大丈夫ですよ。なりました。あ、すいませんね。お初です。はじめまして。はじめまして。すいませんね、和藤さんさ。はい。なんか最近勢いないんだけど。はい。なんか勢いないんだけど大丈夫ですか？最近勢いない。いつ頃と比べての話なんですか？うん、多分半年ぐらい前。半年ぐらい前、勢いありました？僕あった。俺その前とか、はい、ちょいちょい見てたんですよ。はい、ごめん、コメントとかちょっと運転しながらだから、はい、ちょっとコメントはできなかったんだけど、はい、ちょいちょい和道さんの放送見てて、はいはい、ちょっとやってたんだけど。どう勢いがあったんですか？なんか配信に勢いがあるっていうか、今なんか映画活動とかなんかしてますよね。はい、うん、やってますね。うん、でそれより、はい、なんかもっと勢いがあったような気がするんですよ。勢いっていうのが何なのか、うん、ちょっとピンとこないんですけど。わかんないかな。ただ単にかそってるだけだと思いますよ。いや、かそってなかったでしょ。かそってなかったっすね。かそってはないでしょ。だって普通に、はい、普通にちょっと行ったら200人とか250人とか行きましたよね。200人切ったことなかったっすね。なかったよね。はい。で、今はちょっとなんかちょっと残念なんですよ。僕にしてみたら。ああ、でも、うん、見なくなる人が増えちゃったら勢いなくなりますよ。ああ。コメントを書くのと見るのがやっぱ一番の支援なんで。はい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 、はい、うん、まあ単純に僕アイテムは別に要求はしてない。要求っていうか、それは求めてないんですか？ワード求めてるんですけど、はい、僕が欲しいと思ってもくれるわけではないんで。うんうんうん、うん、だから値段はやめましたね。でもそれを求めながら、はい、配信者ってふわっちではやってるんじゃないですか？そうですね。うん、でそれがなんでなくなっちゃったのかな。でそれがあった方がまたちょっと面白かったなと思ってるんですよね。おお。うん。でまたね、前みたいにアイテムを、まあ、こじるじゃないけど、はい、配信してる上で、はい、そのリスナーさんからアイテムを普通にね、あ、和道さんの放送面白いとか、はい、いう上でこう投げてもらってる放送の方が俺は面白いかなみたいな。今なんか監督とかなんとかっつってもさ、なんか分からない人は分からないじゃないですか。はい、そうですね、うん。だから和藤さんがはい、どういうとこで生活してるのかっていうのはよく分からないけど、はい、うん、ここのインターネット生放送で配信だけで生活してるのか、はたまた他でね、なんかどっかで稼いで生活してるのかどうか分からないけど。はい、うん、そうそう、その辺なんですよね。だからそれでもいいんだったら別に今のままの放送でもいいのかなみたいな、うん、まったり放送でね、うん、いや盛り上げたいと思う。なんて言うんだろうな、うん、はい、まあなんだろう、まあ見てる人からするとそうだろうなっていうのはすごいわかるんですよ。はい、はい、気持ちもだけど、はい、放送ってこういうもんですよ。結局配信者を、はい、なんていうのかな、放送、面白い放送ってリスナーさんが作る部分ってすごく多いんですよ。まあね、リスナー同士でこう、うん、コメントし合うのもあるもんね。そうそうそう、うん、はいはい、分かる。で、結局配信者自身が面白かったっていうパターンってほとんどないですよ、放送って。ああ、はいはいはい、だから結局面白いリスナーさん掴むかどうかゲームなんですよ。はいはいはい、本人が面白いかどうかじゃなくて、はいはい、でもさ、和道さんいろいろやってたじゃん。花火一発もらってたらさ、スクワットとかさ、
まあだいぶ初期の頃やってましたね。ねえ、でそういう子がな、はい、ウケんじゃないの？僕今やってますけど知らないじゃないですか。え、やってんの今？今やってるんですけど、うん、結局それすらも知らないぐらい見てないわけだから。だからひろしさん、いやいや、ちょい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 見てんだよ、ちょいちょいは。いや、だから、うん、頻度が減ってるわけじゃないですか、やっぱり前より。まあ自分に、自分もね。そうです、そうです。要は自分もね。で、ひろしさんみたいな人がいっぱいいるんですよ。ああ。だから結局、まあ、オワコン化するっていうのはそういうことなんですよ。あの、ロムってるだけでコメントしないっていうのね。そうです、そうです、そうです。はい、はい、はい、はい。だから、いつも昔よく言ってたのが、コメント書くことが応援、フォローすることがさらなる応援って、はい、見ることも応援って、はい。で、その上でアイテムだって言ったんですけど、はい、もう、はい、その基盤が崩れてるんですよ、僕。ああ。だから、この今、何をなんか、和道さんって、はい。このインターネット生放送以外に、その監督業とか。僕、監督業とか言ったことないです。で業っていうか、そういうまがいのことしてるでしょ、まがいっていうか、うん、どっちがメインですか、だから今って。いやいや、もうね、だからそこがまず僕の放送の根本理解してない。僕は遊んでるだけなの。え、あのね、放送ですらツールなんですよ、僕にとっては。ツール？ツール、電卓とかと一緒。ああ、はい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 、はい、うん、で結局僕放送で飯が食いたいというよりも、はい、遊んで飯が食いたいだけなんですよ。遊んで飯を食いたい。はい。遊んで飯を食いたい。はい。うん。だから僕の遊びの道具の一個でしかないんですよ、放送は。映画も。だから別に何が本業とか名乗ったことないんですよ、僕。いや、でもね、でもね、じゃないけど、はい、俺はほら、和道さんがどういう生活、はい、じゃあさっきも言ったけどね、どういうふうに稼いでるのかよくわかんないけど、はい。前より勢いがなくなったっていうのは、ほら、アイテムがないとか、まあ、ね、見る人がいなくなったんですよ。閲覧がなくなったとかっていうのを、言いたかっただけで、まあ、多分僕の方が分かってますよ。ね、今ね、どっかで従事して、そうやってね、監督みたいなことをやって、そういうところで稼いで、やってないです。やってないです。やってないの？はい。じゃあなんでこうやって書いたの？ワード監督とか。いや、だから、それ放送見てないから知らないわけじゃないですか、あなたが。ああ。でしょ？ごめんなさい。すいません。うん。うん。だから勝手に決めつけてるだけなんです。ただね、今日ね、ただ、コラボ枠になってたから、うんうん、はい。ちょっと聞いてみようか。ちょっとほら、しらけた放送になってたからさ。いや、ごめん、質問してくれたら僕は答えますよ、全然。ただ、決めつけてるじゃないですか、ヒロシさんは。うん、決めつけ、うん、まあ、ほら、知らない一時期の放送だけ見て、俺今、ね、今、うん。だったら質問すればいいんじゃないですか。わからないことを、なんで決めつけるんですか、はい、いや、決めつけてはいないけどさ。だから分からなかったら分からないで、うん、答えてくれてればいいんじゃない？質問されたら答えますよ、僕、うん、すいません、なんか突拍子に、突拍子に、はい、もうちょっと勉強して。いや、勉強っつうか、なんか僕よく分かんないのがリスナーさんのノリで、はい、見てないから知らない、知らないから決めつける、決めつけて物事を話すから。いや、じゃあ、ね、違うね、全く知らないわけじゃないよ。うん、それはわかりますよ、うん、話聞いてて。全く知らないわけ。だって、和道さんの面白いなって言って、見てた時期もあったんだから、俺は。うん。うん、連続して、ね、毎日、そうやって見てる。それ過去の話であって、もう、で、過去でもないじゃん。だって、そんな、2年前、3年前じゃないじゃん。いや、俺ね、2年前、3年前じゃないでしょ。ね、これ、放送でね、うん、今来たんですけど、どういう状況ですかっていうのも、いや、ね、今来たんですけどじゃないじゃないですか。俺さ、ずっと見てて、ずっと見てて、今日コラボワークになってたから、こうやって来てて、今心配なんだけどって来たわけです。話は最後まで聞いて、のりこが風邪ひいてるっていう風な話から始まって、はい、コメントが2、3個、和道さん大丈夫、はい、風邪大丈夫、要はのりこの風邪大丈夫ってコメントが流れてたの。はい、でも、3分後のコメントでリスナーさんがね、和道さん風邪ひいたんですかっていう質問が来たの俺。あ、それダメでしょ、それは。
いや、あなたがやってることそれと一緒っていう話で、いやいやいや、そこまでひどくないでしょ。いやいや、結局ね、要は側の情報だったりとかで、ね、3分後じゃないじゃん。だって俺さ、半年前ぐらいのことだよ。そうだから、半年前ぐらいの時間が違ったとしても、俺の話を聞いてない時点で、うん、俺の、うん、放送してないんだよ。だから俺はその直前のことじゃなくて、うん、その3、うん、半年ぐらい前のことだから、もし俺がもしね、分かんないことあったらちょっと説明して、これこれこうだよって言ってくれればいいことじゃないですか。いや、だから聞かれたら質問してるって、聞かれたら質問してるけど、あんたは決めつけてるんだって。だからいいことじゃないですか、そこで。じゃあなんでそれで決めつけるの？だってそれ良くないじゃん。決めつけてんのはあなただよっていう話を今してんのよ。わかる？いや、決めつけてないよ。いや、決めつけてるでしょ。いや、決めつけてないですよ。だって監督でどうのこうのって、だって俺ずっと言ってるもん。だから監督はいつ辞めたのじゃ。辞めてないんだけど。だってやってないって言うんですよ。俺がやってないのは、やってないってやってるっておかしいじゃないですか。違う違う、あなたが人の話を聞いてないから。だって俺は監督でね、どっかに所属して給料をもらってやってるわけじゃないよっていうことを言ってんの。さっきも言ったけど、ツールなんだって、映画も配信も。あ、じゃあ、まあいいや、まあごめん、すいませんね。あの、うん、俺がね、うん、一番聞きたかったのは、和藤さん今そういう生活とか大丈夫なのかな。生活苦しいっすよ、うん、そのだから、あのふわっちでね、今こうやって閲覧も減ってきちゃったし、うん、でもあなたに花火くださいって言っても、うん、あなたから花火もらってくれないでしょ。だからそういうこと、今そういう話言ってんじゃないですか。だからどういうふうに生活してんの、これすごく大事な話なの、聞いて。生活してるのかなっていうふうに、ね、俺があなたに対して花火欲しいって言ってもあなたはくれないの、俺がよく分かってんの。だから言うだけ無駄でしょっていうことを言ってんの。だから繋がってるんだって全部。言うだけ無駄なんですか。無駄でしょ。だってあなたから、あなたから花火くれると思わないの。それは俺だけじゃなくて、俺だけじゃなくて、今ね、何人か見てる人に対しても言ってること一緒ですよ。泥棒だよ、あんた。いやいや、みんな俺だけじゃなくて、だってくれる人はくれるもん。90何人に言ってる人、言ってることと一緒です。だから俺は放送を純粋に楽しみたいだけなんだよ。無駄って言ってんでしょ。無駄だよ。だって無駄じゃないから花火投げてやれやって来てんじゃん。だってじゃあ花火ちょうだいよ、コメントで。やっぱつね、それだいぶ生活楽になるんだけど。そういうこじることじゃないんですよ。ちょっと待って、あなたが言ってることめちゃくちゃなんだよ。そういうことをやれって、あなたに、いや、めちゃくちゃだよ。花火を要求するような配信やれってさっき言ったじゃん。で、あなたに言ったら俺は投げないよって言ってんの。いや、俺は投げないよって言ってないよ。俺は投げないよって言ってない。あんたからもらったことないよ、俺。だから投げたことないですよ。ないでしょ。だから ないけど。関係ないじゃん、あんたに。俺の生活なんか。いや、関係ないじゃないじゃん。だから投げるか投げないかは、ね、こういう応答の後じゃないの、だって。いや、なんでそんなさ、ね、花から、ね、ツッケンドに話すわけ。いや、花からさ、ね、言ってることめちゃくちゃじゃん、あんた。うん。何、こいつら。じゃあてめえよ、裏筋とかてめえら投げてやるよ、ほら今。お前だよ、お前が投げろ。先発投げてやるよ、いやいや、お前が投げろよ、お前が投げろっつって。この野郎。俺、裏筋さんに投げろなんて言ってないもん。で、なんだこいつとか言ってんじゃん、これ。いや、なんだこいつだよ、俺からしたら。ね、みんな同じ気持ちだよ。で、俺は投げる投げねえって言ってねえじゃん。いやいや、ね、今そういう話言ってないでしょ。してんだから。うるせえよ、この野郎、バカ。ね、バカ、お前が俺の話聞けよ、少しは。だお前がアドバイスを加えてやってんだからよ。だからお前自分で実行できないんだ。なあ、お前社会に適合されてねえんだからね。俺ちゃんと社会で、ね、生活してんだから、俺のね、話を聞けよ、ちゃんと。だから話ね、電話したんだ今。わかる？ね、いいよ、お前の話はいらない。わかる？わかんない、ね、だからダメなんだね、お前ね。うん、お前より稼いでると思うよ、ね、こういうね、あの社会で生活してる人の人間の意見を聞かないんだよ、お前は。聞かないから配信やってんだよ。わかる？だからお前はダメなんだよ。だからここに、お前よりはここにいるリスナーもダメ、今残ってるリスナーもダメ。お前の方がダメね。今ここに残ってるリスナーもダメ。ダメな人間同士が集まってる、お前ら100人。うん、死ね、この野郎。わかる？全然わかんない。お前が死ねばいい。ねえ。何や、風邪ひいたとかなんだとかってさ。ねえ。風邪ひいてないから。ぐずぐずうるせえんだよ、この野郎。
何大きな、バカなのお前、バカ。さっきも言った通りさ、俺猫アレルギーでこうなってんだけど。俺さ、インターネットで生きてねえから、別に。ただ単に、ふっと見て、ふっと見て、帰る、うん、で切ればお前。切れば。帰れなよ。切って。居場所ないよ、お前にここに。切って。居場所ない俺はあるよ、世間で。リアルで。だから世間に帰れ、うん。お前は、世間に帰る。世間がリアルだから。うん、ここにいる100人は、ね、インターネットの世界でかぶれてる人間だよ。わかりますか？別に。あんたに迷惑かけてないんだ。もっと頑張ってくれよって言いたいこと、言いたかったの。いや、お前、和道さん、いらない、いらない。和道さん。いらない、いらない。あ、明けますよ、おめでとうございます。あのね、明けますよ、おめでとう。一言言わせて、かっこ悪い人間の言うことは誰も聞きたくねえから。ねえ、和道さん、明けましておめでとう。めでたくねえわ、気持ち悪い。ねえ。お前となんか慣れはねえよ、人のリスナーディスっといてよ。二度と来んなよ。ね、ん？二度と来んなよ、俺の放送。来るよ。うちのリスナーディスってんだから、気持ち悪い。何が？だって、この、ここの、じゃあ、この今100人は、いい、お前いらない、いらない、いらない。いや、ここの100人は、俺にとって大切な100人なんだよ。生活保護とか、インターネットばっかり見てる人なの？いや、別に構わねえじゃん。インターネット見てても生活保護でも構わねえ。あんたよりよっぽど役に立つよ。俺にとっては大切な宝なんだから。少なくとも、お前みたいな社会がどうとか、偉そうに文句言うようなクソみたいな大人じゃないんだよ。俺にとってよっぽど役に立ってんだよ。お前がクソだよ。お前は社会に貢献してねえだろ、お前。知らないよ、そんな関係ない。俺らが良ければいいんだよ、ね。貢献してねえだろ。まあ、せいぜいお前、タバコ税払ってるぐらいだな、お前な。だから、あのね、うん、税金とか別に俺、社会を良くしようとか、そんなこと考えてないから、ね。お前らでやれよ。じゃあ、切ってくださいよ。面白くなかったら。逃げたっていうことで、俺は、あんたさ、正面に書いておくわ。あんたね、自分が言ってることめちゃくちゃなんだって。なあ。めちゃくちゃ？めちゃくちゃだよ。なんでめちゃくちゃなの？俺たち普通に言って、違うでしょ、和道さん。和道さん、ちょっと聞いて。子供のわがままか。聞いて。俺最初の趣旨は、あなたに言ったことは、今大丈夫なんですかっていうふうに言ったわけじゃん。だからね、うん、俺が大丈夫かどうかを心配するんだったら、花火投げろよ。そこに来んの？だってお前さ、まず放送見ろよって言わなかった。第一の主張がだよ、お前のな、花火を要求する配信やれっていうのが一番。じゃあ今ここにいる100人の人は花火全員投げてね、100、1人1発で100何発投げてんの。そうだ、お前が投げろっつうんだったらお前が投げろっつったの、俺は。じゃあ投げるよ。投げたらどうする？100発な。投げたらどうするよ、ね、投げて初めてあんたの意見の資格があるんだよ。俺のうんこ食うか、こんなやろ。食わねえよ、気持ち悪い。なあ、ガキじゃねえんだからよ。おい、ガキじゃねえんだからよ。100発投げてやっから、100発投げろ、公衆の面前でうんこを食え、この野郎。話はそれからだよ。投げたら、お投げたら対等に扱ってやるよ。うん、分かった。じゃあ投げてやっから。言っとくけど、うん、てめえのケツなんか舐めねえから。うるせえバカ、舐めんなよバカが、うん、俺はこびて花火もらうようなクズみたいな配信者じゃねえんだよ。インターネットのこの電話、お前らこ、あのさ、こいつらさ、あのコラボとか上がんねえの、こいつら。お、花火来たよ、ほら。あ、言えよ、ほら。ナイスって言ってやれよ、ほら。400円だぞ、これ、お前、一発。400円。ナイス。お前さ、カスタム主だから400円しか入んないかもしれないけど、20人以上閲覧ある人は全員500円もらえてるから。コローさん、花火、ナイス、400円。言わなくていいだって、お前が。言ってやるよ、お前、ナイス、ありがとうって言えよ、お前。なんでも感謝の気持ちがないの？お前、100発投げろよ。ねえ、じゃあ感謝の気持ちがねえのかよ、おい。いや、お前、100発投げろよ。投げるよ。投げるよ。この枠で楽しみにしてて。今度じゃねえよ。今すぐ投げろ。今これピッピッピッってできねえんだよ、俺。頭悪いから。金がねえからだろ。金あるよ。飲むなよ。金あるよ。和道さん。じゃあ、和道さん。和道さん。金あるんだよ。口だけのやつ。うん。口だけ、今はこっちに課金ができないんだよ。いや、だから金ねえんだよ、あんた。ごめんね。ごめんね。お前みたいなやつ腐るほど見てきたから。和道さん。いい。だからそんなに腐らないで。なれたくないから。ね、腐らないでよ。腐らないでとかじゃなくて、和道さんとね、和道さん。人のリスナーディスるやつとか嫌いなんだよ。で、和道さん、ディスってないでしょ。
心配して電話かけた。あんたよりも少なくともここにいる100人は俺はつながりがあるんだよ、うん、あんたと違って薄っぺらい付き合いしてないから、うんないよ。まあ、薄っぺらく、そうだよ。わかんないけど。薄っぺらいでしょ。俺は心配してかけたんですよ。いらねえよ。おせっかいつんだよ、ね、そういうの。おせっかい。あ、そう。うん。じゃあ、それは、全国に敵を回すことになるよ。全然いいよ。うん。あ、いいの？バカ野郎、俺のこと嫌いなやつ。全然いいよ。君は。潰せるものは潰してみろよ。君は、後ろから刺されてもいいんですか？え、何？殺害予告？やってみろ、この野郎。うん、違うよ。そんなことじゃない。俺は刺されますよって言われたんだよ、昔。バカさんやろ刺されるやだよその怖いもんだって和道さん怖くねえよバカ野郎いや和道さんのこと怖いもん俺だって、うん、今すぐ刺しに来いよじゃあやだよ怖いもんだって和道さんのことぶっ飛ばさぶっ飛ばすでしょとりあえずお前100発投げろよこの枠で投げますよ絶対投げますよ、うん、そっからな話は、うん、そしたら認めてやるよお前のことそうですか本当ですか、うんうん、本当ですか嘘つかない嘘つかないよ俺はお前嘘つきそうな目してるな。なんか太ったでしょ、和道さん。痩せたわ。いや、太ったね、ちょっとね。ほっぺたがちょっと ふっくらしてきたな。お前、全然放送見てないじゃん。いや、見てるよ、俺、ちゃんと。マジで。ねえ。マジで、ちゃんと見てるから、ちょいちょい。だから、ちゃんと見てるとこいらないんだよ。ちょいちょいっていうのは、とびとびってことだよ。わかる？いい。そういう、ね、見てますアピールとか一円にもならないから、いや、ちょいちょい、アピールじゃねえよ。いやいや、ちょいちょい見てる、とびとびってことだよ。見せてやってるんだよ、バカ野郎。見せてやってるんだよ。バカ野郎とか言うの。バカ野郎だろ、お前いくつだよ。お前いくつだよ、お前いくつだよ。あなたより、いくつだったらいいんですか、僕は。いくつだよ。年齢言えよ。僕35。35にもなってさ、こんなところで管巻いて、はい、俺は社会で生活してる、笑わせんなよ。すいません。笑わせんなよ。僕も、すいません、和道さん、とりあえず、お前が、まずね、わかったわかった、インターネットに居場所じゃなくて、リアルに居場所があるって言いたいんでしょ、はい、俺らはないよ。俺らはないよ。俺らはここが大事な場所じゃあ、和道さん、和道さん、最後に、ちょっといいですか？ごめん。ありがとう。ごめんね。俺ね、インターネットで生活したいんですよ。どうすればいいですか？無理。どうすればいいですか？リアルで居場所あんだからリアルでやれよ。え、リアルじゃないよ。だから本当はだよ。本当はインターネットで花火をもらって一月に100万ぐらい稼いで生活したいんですよ。すればいいじゃん。うん、俺には関係ない。そうすれば、じゃあ和道さんが ね一言今100何人の人にね、お前らこいつのことフォローしてやれよって言ってくれれば、じゃあブワーって来るんですよ。おい、考えろよ。お前さ、うん、人のさ、リスナーさんに対してさ、俺だって面白い配信しようかな。最後に聞けっつーのな、135人見てる人に対してクズって言ったんだよ、はい、俺そんなこと言ったことないから。はい、はい、お前死ねって言ったんだよ。100何人？うん。100何人？100何人に対して死ねって言ったんだよ、あんたは。100人だよ。30何人は余計です。それでね、自分のことフォローしてくださいって、おこがましいわ、本当に。バカだろ？俺6年やってんだわ。6年しかやってねえのか、お前。うん、6年しかやってないよ。6年ぽっちしかやってねえの、お前。やってないよ。ねえ、ダメじゃん、お前、それ。ねえ。お前、なんか15年ぐらいやってんのかなと思ってたよ、お前。うん。6年しかやってないの？放送？和道さん。6年だよ。いや、俺、12、3年やってっかと思って、うなちゃんまで一緒くらいのかと思った、俺。全然違う。違うの？もっと若いの？ねえ。うなちゃんまでいいんじゃん、あれ、大阪のあれ。うん。あれ、俺と同い年なんだけどさ。とりあえず、お前は花火100発投げてから、投げますよ、和道さん。投げろよ。投げるよ。この枠でだよ。え？じゃあさ、お前はっていう言い草なくね？それ。さ、おかしくねえ、お前。おい。俺にとっては、この野郎、おい。ね。俺にとってはお前さ、そこら辺さ、ゴミと一緒なんだよ。え？俺にとってはお前ゴミと一緒なんだよ。っていうか、お前さ、お前はっていうの言い草おかしくね？いや、俺はお前がゴミだと思ってる。うるせえ、これ。何お前って。だ誰も投げねえだろ？そんなお前って言ったら。ね、お前に投げた。いや、投げるか投げねえかわかんねえけど、
ね、投げねえんだろ、ほら、口投げる。違う違う違う、そういう、そういう前提じゃなくてだよ。そういう前提じゃなくて、なんで投げてくれますみたいな感じな前提で、なんでお前って言うの？広し。ね、なんでお前って言うの？広し。お前おかしくねえか、お前それ。広し。ね、だからお前どんどん閲覧減るんだよ。金払わねえと、金払わねえと、ね、だからだんだん閲覧が減るんだよ、お前。困ってねえから。考え方だから。困ってないから。わかる？わかんないね。ね。お前ら雑魚わかんねえの？じゃあもうやめろよ、お前もうインターネット。お前より才能あるから。6年しかやってねえんだからさ、俺10年ぐらいやってっかと思ったよ。じゃあごめんね、帰るね。うん。なんでそういう言い草なんの？リスナー、俺電話してんだよ、お前。あ、もう一回言おうか。お前のことリスナーだと思ってない。え？お前のことリスナーとして扱ってない、俺。分かった、みんな。この今100何人いるみんな。実は和道はみんなそういう風に見てっかんね。わかる？いや知ってるよ、ここにいる人は。わかる？うん。でもまあおちょくってこいつのことマジで。俺真剣に電話したんだけどこいつのことに。だけどこういう風にね返されちゃったよ。は？ついに。うん。どういうこと？大丈夫なのっていう風にね電話したんだけどね。いやだからそういうこと言うんだよ。いやいやいや、大丈夫なのって俺はね本当にドキドキしながら電話したんだよ。みんなだってコラボ知ってないでしょこいつのことに。俺は大丈夫な動画を今電話したわけよ。みんなしないからコラボね、うん、ね。だけどこいつは俺のことリスナーで思ってねえんだって。思ってないよ。もうだお前らのこともみんなのこともこういうふうに思ってんの、ね、よ。花火を投げねえやつはリスナーじゃねえんだって。俺前から言ってる。花火投げたやつはリスナーじゃないって言ってる。ああそうなの。ここにいる人投げてる。だからじゃあなんでお前ら見んの？君たち100何人の人こいつの放送なんで見るんですか？みんなをみんなに知ってんだよ今。こんな何が暇なんだよお前。9時何分によ。もう10時早く寝ろよバカ。帰るね、ロンちゃん。ありがとうね。ああおやすみ。つまらん。治ったらおいで。クソも面白くねえじゃねえかよ、おい。おなら。おい。面白くねえのはお前じゃない。ねえ。面白くねえだろ、だって。お前ら。なんで見てんの？じゃあ。だってリスナーじゃん。花火あげねえとリスナーじゃねえんだってよ、お前ら。だから俺は前からそう言ってるわ。150何人の人はね、今のこの時間に投げてんの？ 58 分に投げてる。全員一発ずつ、一人一発投げてんの？投げてるね。コメント見、コメント書いてるやつを投げてるよ。本当かよ。本当だよ。嘘つくんじゃねえ、これ。あと見っかんな、この野郎は。見ればいい。和道さん、見ればいい。和道さん、お前は投げないの分かってる。和道さん、口だけやろう。じゃあ和道さん、なんだよなんだよ。じゃあ俺電話してんだからさ。だからなんなんだよ。お店かもしれない。かまってやってんのはこっちの方なんだよバーガー。いや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 、なんでそいつはツンケンツンケンしてんの？あ、俺おめえみてえなうだつながらね歯抜け嫌いなんだよ。いやじゃあ俺真剣なんですけど。知らねえよ。俺は適当だよバカ野郎。え？俺は適当に生きてんだよバカ野郎。バカ野郎ってことないじゃんだって。それバカ野郎だろお前。ねえ、和道さん。なんだよ、気持ち悪いの。やめてよ、本当に、マジで。いやいや、お前みたいな人間嫌いだっつってんの。どうしてや。人間、多分、ね、いっぱい、ね、フォロワーいる人は、そうやっていっぱいいると思うけど、一人ずつ大切にした方がいいよ、お前、この野郎。フォロワーとか閲覧とか、俺、気にし、ねえ、和道さん。ねえ、でなんでお前さ変えたの？な、ワドって変えたの？ワドって何？って変えたの？何？ワド監督って変えたの？お前そうだよ、変えたよ。そうなの？お、花火来たよ。だから何なんだよ。花火来たよ、お前。ありがとうって言えよこの野郎。花火来たよ、ほらドンチキって言ってんだよ、これ。では何だよ、要件は。広島。
お前ヒゲ剃れよお前。詫びの証拠でヒゲ剃れ全部。なんでてめえに詫びんだよ。てめえに詫びることなんかない。俺のが偉いから。は？俺のが偉いからお前ヒゲ剃れ。お前の方が偉いの？口ヒゲと顎ヒゲ剃れこの野郎。何偉いってどういうこと？いやお前の放送ずっと見てたんだよ。ちょいちょい。だからなんだ。昔から。ただみですか？え、だから、ただみで、ですか当たり前じゃねえか、うん。当たり前じゃねえか、この野郎。偉そうだね、ただみなのに。なんで？で、そうやって意見を言ってくる人のこと良くないんだって、そこ、お前みたいな財産じゃない。いらねえ。そうそう財産じゃないの。お前みたいなリスナーいらねえ。ねえ。ねえ、和道さん。それこそさ、リスナーじゃないの。お前みたいなリスナーいらねえ。それこそ財産じゃないの。クソだせえ、財産じゃない。いらない。君みたいなリスナーいらない。じゃあもう頑張ってよ。100困ってない、頑張らない。今100何人いるけどね。遊んでるだけ。多分こうやって俺がさ、お前は俺がコラボ上がっててグズグズ言ってっからさ、お金が稼げないかもしれないけど、ね、俺遊んでるだけで生活3年できて3年でした。え、遊んでるだけで3年生活ができる3年でした。頑張って。何遊んでるだけでって、何それ何どうしたの。遊んでるだけで生活できんのそれ。そうだよ、うん、いいでしょ。何遊んどういうこと教えて和道さん。ちょっと一話ちょっと乗せてよ。いや遊んでるだけ。え、どうやってやんの。俺もちょっと教えて、内緒で。お前には無理やん。なんで無理なんだよこの野郎。教えろよ。肥料がないから。教えろよこの野郎。肥料がないから。どこ歩いてんだよお前。ちょっと飲みに行こうよ。今度飲みに行こうよ。俺酒飲まない。ねえ飲みに行こうよ、ね、いや行かねえよ。俺酒飲まねえよ。え、飲もうよっつってんだよ。飲まねえよ、てめえみたいな小汚ねえじじいと、ね、バーカ。ねえ飲もうよ。飲まねえよ。本当ぶっ飛ばせよマジで。本当ぶっ飛ばしてみろよ。かかってこいよ。あ、そう、かかってこいよ。ぶっ飛ばしてこい今すぐ。今無理だな。忙しいんだろうね。え、忙しいんだろうね。忙しい。頑張りな。俺明日仕事なんだけどさ。あ、仕事なんだ、頑張って。そうだよ。俺仕事しなくても生活できるから。分かった。はいはい、いいね。よかった、ね。はいはいはい、はい。頑張って、毎日毎日頑張って。うん、いいじゃんいいじゃん。うん。頑張るよ。ペコペコペコ、うん、謝ってありがたくないのに。いいよ。何？何？ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いいよ。それでいいんだよ俺は。理不尽な上司。分かって。ペコペコペコ頭下げてる。悔しいな。悔しいな。悔しいな。おい、ちょっと、ワド、ワド。おい、ぶっ飛ばしに来いよ。仕事だから無理。じゃあどうする？お前、じゃあちょっとさ、ちょっと、あの、時間空けろよ、お前。おい。おい。のクソのせいだ。花火100発だけど、仕事だから無理。おい、ワド、わかった。あの、クソだせえな、ほんとに。おい、ちょっと、かぶせんじゃねえよ、この野郎。クソだせえな。じゃあ、かぶせんじゃねえ。ちょっと、ワドさ、な、ちょっと、じゃあ、会う？会うよ、バカ、てめえで来いよ。あ、逃げた、逃げた。おい。お前、刺すって言った。なんで俺の負けなんだよ、おい、てめえ、この野郎、おい。俺、遊んでる。な、だって、ワドはこいつ被せてんだろ。ワドさ、こいつ被せてんじゃん、結局。お前に要件なんか何一つない。その辺に落ちてる。何お前さ、何お前さ、ま、何さ、芸能人気取りしてんの、お前。ねねえねえ。してねえわ、バカ。してるだろ、お前。お前、俺のこと芸能人だと思ってんの、バカだろ、お前。いや、芸能人気取りしてんだろ。バカ、一般人だよ。なあ。じゃあ何お前と会う気ない、ないないないって何なのお前。見えるんだろうな。なあ。お前にとっては芸能人見えてね、見え。全然全く見えてねえんですけど。全く見えてません。うん。お前ね、ガキ、お前子供だもん、だって俺の。俺の子供ぐらいだもんだって。うん、お前さっき35って言ってなかった。嘘つき、はい、はい、嘘つかないと生きていけないんだ、かわいそうに。じゃあお前は子供みたいに見えんの。恥ずかしいね、ネットで嘘ついてんだ。ネットでも嘘つかないで生きていけないんだ。あそこで、ね、あのね、キツネ枠だな。全部さらけ出してるから、うん、キツネ枠だから、ね、だからお前には無理なんだよ、うん、俺は全部さらけ出して後ろめたいこと一個もねえから。バカ。あ、そう、俺もさらけ出してます。出してねえじゃん、嘘ばっかりじゃん、さっきから。いや、出してるよ。いや、これみんなだって、これみんな知ってると思うよ、こいつら。このバカどもは。うん。和道くん、じゃあ、いつ会うお前。ちょっと言っとけよ、お前。てめえと会う用事なんかねえんだよ、バカ。なあ。
言っとけよ、合わねえよ、バカ野郎。俺んとこに、ちょっと連絡してこいよ、この野郎。6月の23日、セゴロの会場で、チケット販売されてるんで、もし僕に会いたかったら、セゴロのチケット買ってください。プレミアチケットなんで、手入らないかもしれないですけど。よろしくお願いします。いくらですか、和道さん。サインください、サインくださいって色紙持って、並んで。はい。和道さんな、いくらですか、それ。俺の主催のイベントじゃないから、便所太郎さんにお問い合わせください。便所太郎さん便所太郎さんに何そのチケットの予約をすればいいの？まあ手に入らないと思うけどね。いや、俺ちょっと分かんないんだよ、その辺ちょっと。いや、分かんないなら分かんない。和道さんって、それって何ちょっとごめん、すいませんね。ちょっと、何それ出るの歯じゃない、ちょっと出るの出ないの、うん、人の話聞いてるよ。それ買えばいいの、それ。じゃあそれを買って買えたら、ね、和道さんに会えばいいの？買えたらね。うん。で、和道さんに会えばいいの？並んでるよ、じゃあ物販席で。あ、そう。で、それで和道さんに会って俺がぶん殴ればいいんだね、お前のこと。お、ぶん殴ってみろよ。うん。ぶん殴って貼ればいいんだね、お前の。まあ、ぶん殴ってかかやれよ、いいじゃん。うん、鼻折って歯を全部折るよ、お前。ああ、いいよいいよ、待ってるよ、うん、どうするお前、絶対いや、どうもしないから、今すぐ来いっつってんの。訴えないでね。仕事だろ、差しでやるでしょ。仕事だろ。え、じゃあ差し、差しでやる、和道さん。お前、喧嘩も一人でできないのかよ。じゃあだから差しでやりますかって聞いてんの。喧嘩も一人でできないのか、食ったらねえな、うん、だから差しでやりますかって聞いてんの。バカだろ。ね、聞いてる時点でビビってんだよ、ね、だからじゃあ差しでやるでしょ。できねえんだろ。じゃあ差しでやるでしょ。いいとしか差しでやるでしょ。ゴミだよ、だからかっこ悪いって言われる、うん、だからゴミじゃねえんだよ、差しでやるでしょ。ゴミじゃねえかよ。うん、何何ゴミって、ゴミだわ。何ゴミって、だから差しでやるでしょ。うん、差しでできますか、僕と。やるでしょ、差しで。お前みたいなやつ相手にするわけねえから、うん、チケット買って並べ、俺に会いたかったら。わかりました、和道さん、すいません、うん、和道さん、大先輩なんで。とりあえずこの枠で花火100発忘れんなよ、ゴミが。はい、わかりました。はい、じゃあね。いや、でもわかんないな、今日は。ごめん。